スミロフォン・リュトビッツ男爵は、ドイツの軍人、貴族。1920年のカップ一騎を指揮したバルター・フォン・リュトビッツ中将は父にあたる。いとこには、白洋付け機師鉄十字章を受章した、ハインリヒ・フォン・リュトビッツ男爵と、戦車伯爵として知られ、白洋、剣、ダイヤモンド付け機師鉄十字章を受章したヒアツインと、シュトラファビッツがいる。 1895年12月23日、ドイツ帝国直轄州エルザスロートリンゲンの州都、シュトラースブルクにて、代々の軍人一家に生まれる。第一次世界大戦が勃発直後の1914年、ドイツ帝国陸軍に、士官候補生として入営。大戦では、戦勝賞と、鉄十字を受賞し、終戦時には注意であった。 戦後のバイマル共和国軍に残留するも、父が起こしたカップ一揆の影響か、10年以上、経過した1930年に、ようやく騎兵隊に昇進。この時すでに34歳であった。少佐に昇進後、ドイツ再軍備宣言がなされ、ドイツ軍は、ドイツ国防軍に名称が変更される。1939年1月に中佐に昇進。 第二次世界大戦勃発後の1941年11月には大佐に昇進。少々に昇進直後の1942年9月には第26総工師団長に就任。1943年10月に中将に昇進。直後の1944年1月には解任されたがすぐ再任される。結局は、 間もない4月11日に更迭されたが、9月には、総合兵大将に昇進と同時に、第9軍司令官に任じられる。東部戦線でのビスワー・オーデル構成などを指揮したが、翌1945年1月19日に、アドルフ・ヒトラー総統によって罷免された。第二次世界大戦中には、戦勝賞と、鉄十字の他にもドイツ十字賞と騎士鉄十字賞を、 受賞されている。敗戦後は1947年まで捕虜として過ごし、ベスターバルトにある福音アカデミーでの勤務等を経て、ドイツ連邦軍創設に関与する。この際、連邦軍ではアメリカ式の階級制度を導入したため、彼は大将ではなく中将として復帰した。連邦軍に参加した旧国防軍将軍としては、ハンス・レッティガー元大将や、 ヨーゼフ・カム・フーバー元大将らと並び、高い階級にあった。第三軍団長を務め、1960年末に、退役、ドイツ連邦共和国功労勲章を受賞した。ありがとうございます。